マシューリッジウェイ、マシューバンカーリッジウェイ、マチューバンカーリッジウェイ、1895年3月3日から1993年7月26日は、アメリカ陸軍の軍人、ダグラス・マッカーサーの公認として1951年4月より1952年4月まで、第二代連合国軍最高司令官として、日本の占領統治に当たった。また、 彼はいくつかの有名な作戦を指揮したが、特に朝鮮戦争で窮地に陥った国連軍を救い出したことで有名である。リジウェイはバージニア州フォートモンローで生まれる。1917年に米陸軍士官学校ウェストポイントを卒業し、少位に任官。卒業後、スペイン語教官として陸軍士官学校に戻ることとなる。その後、ジョージア州。 ホートベニングの不評学校で、主かに養成課程を修了し、第15不評連隊の指揮官となる。続いて、ニカラグアへ配属され、ここでは1927年の自由選挙の監督を支援した。1930年には、フィリピン総督の軍事技術顧問となる。その数年後、カンザス州、ホートレブンワースの指揮枠領大学に学び、同時期、 1930年代中頃に第6軍団の副参謀長となる。その後、第2軍の副参謀長、第4軍の副参謀長を歴任した。ジョージ・マーシャル参謀総長はその功績を認め、第2次世界大戦が勃発すると、リッチウェイを戦争計画局に配属した。1942年8月に順将に承認、オマー・ブラッドレイが、 第28不評師団長へ転任したのを受け、第82空挺師団の師団長となる。同師団は、軍の二つの空挺師団構想のうちの一つとして選ばれたが、この師団が選ばれたのは、リジウェイの教官としての能力と同僚たちの間で際立っていた思考の柔軟性によるところが大きい。当時空挺師団構想は、アメリカ陸軍にとって実験的試みであった。 リジウェイは1943年のハスキー作戦を支援した。2ヶ月後のジャイアント作戦計画時には副官のマクスウェル D ・テイラーにスパイ活動を行わせイタリア軍の無力とドイツ軍が降下地点に展開していることを暴き作戦中止を決断。この判断で次第壊滅の危機を救ったことが後の出世につながった。1944年には オーバーロード作戦での空挺降下計画を支援した。ノルマンディ上陸作戦時、彼は部下と共にパラシュート降下し、サンイコールソーバーイコールルイコールビコントへの進出を目指して33日間の等を経験した。1944年9月には上級の第18空挺軍団の指揮を任され、ドイツへの進攻を指揮した。1年後彼は中将に昇進する。 終戦時彼は、大義時代にウェストポイントで使えたダグラスマッサー、元帥のもで新たな任務に就くため、気丈にあった。リッジュウェイは1945年、しばらくの間ルソン島で指揮を行い、続いて、地中海での連合軍副最高司令官に就任した。1940年代末には、カリブ海でのアメリカ軍の指揮を行い、後に、陸軍参謀総長 J ロートン・コリンズのもで、 副参謀長に就任した。リジウェイの最も重要な転機は、朝鮮戦争中の1950年12月、中華人民共和国の参戦で、国連軍が敗走する中、第8軍司令官、ウォルトン・ウォーカー中将が交通事故死したことで生じ、彼は、ウォーカーの後任として、第8軍司令官に就任した。国連軍総司令官、 アメリカ極東軍総司令官、ダグラス・マッカーサー元帥は、リジウェイに、ウォーカーには与えなかった第10軍団、司令官は、マッカーサーお気に入りのアーモンド陸軍少将,将の指揮権も与えた。リジウェイは、第8軍を立て直し、中国人民志願軍の構成を押し止め、1951年春から反転攻撃に出た。軍事歴史家は、 圧倒的多数の中国人民志願軍が停止し、結局韓国から38度線の向こうに撃退することができたのは、リジウェイが8軍を立て直すことができたからだとする。この期間に、リジウェイ個人のリーダーシップの例は、基本的な軍事活動における原則についての彼の完全な知識と同様に、アメリカ陸軍史上でほとんど一致することができなかったリーダーシップの 標準とととして定められることとなった韓国軍にはアメリカから最新鋭の兵器が供与されていたが、韓国軍がそれらの高価な装備品を安易に放棄して逃亡してしまうことは、リジウェイを悩ませたようで繰り返し著書、ズカー・イアン・オーでも言及されている。それに対して、リ・ショーバンは、韓国人兵士をアメリカ軍の装備で武装させることが効率的だと繰り返し主張し、 リジウェイを不快にした。リジウェイは第一戦からすべての韓国師団を引き上げ、訓練する時間が必要であると結論付けている。1951年4月にマッカーサー元帥がトルーマン大統領によって最高司令官を解任されると、リジウェイがその公認となり、大将に昇進し、朝鮮半島での国連軍の指揮と連合国軍最高司令官とし、 占領下日本で占領行政を行った。もう一つの重要な任務は、連合国軍最高司令官として、連合国の占領下にあった日本を独立させて、西側陣営の一員に加えることであった。吉田茂首相との協調によってこの課題を達成し、1952年4月にサンフランシスコ講和条約が発効して、日本の占領が解除された。 1952年5月に、リッチウェイは、ドワイト・ディ・アイゼンハワーの公認として、NATO 軍最高司令官に就任し、国連軍司令官の公認には、マーク・ W ・クラークが選ばれた。しかしながら、周りのスタッフを、自らの部下で固めようとしたためたヨーロッパ諸国の、軍指機関の反発を受ける。彼は、コリンズ将軍の後任として、アメリカ陸軍参謀総長に就任するため、 1953年にアメリカに帰国した。リジウェイは2年間陸軍参謀総長の職にあったことでベトナム戦争へのアメリカの介入を遅らせたと歴史家に見なされる。当時のアイゼンハワー大統領はアメリカ軍がフランス軍と合同で捨て入ることに関して彼の判断を求めた。これに対してリジウェイは介入を行わないよう大統領に述べた。しかしながら その経験は、リジウェイがアイゼンハワーと第二次世界大戦中に保った良好な係を試されることとなった。1955年に陸軍を退役し、後任には、かつて第82空挺師団で副官であった、マックスウェル D ・テイラーが就任した。リジウェイは、自分が考えていたよりも、早期の退役を強いられた。しかし彼自身は、自らの能力が及ぶ限り、 国に奉仕したと確信していた。数年後彼は自助伝、ザ・メムワーズ・オブ・マチュービー・リッジウェイを出版した。一部の日本語訳がある。朝鮮戦争、熊谷正美、二つ根彦役、公文社。リッジウェイは軍において成功したが、個人的生活では幸福ではなかった。なお、リッジウェイは三度結婚している。軍を退いた後は、 ペンシルベニア州ピッツバーグのメロン産業調査研究所の取締会長を1960年まで務めた。リッジウェイの友人及び同僚によると1971年に息子が交通事故死した後は以前と違ってますます元気がなく不機嫌になったという。リッジウェイはピッツバーグ郊外のフォックスチャペルの自宅で1993年7月98歳で 死去した、アーリントン国立墓地に埋葬されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。